ハリー・ケリーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。本名ヘンリー・ディウィット・ケーリー2世、別名として HD、H.D. ケリー、ハリー・ディ・ケリー、長男のハリー・ケリー・ジュニアが登場してからは、ハリー・ケリー・シニアともクレジットされた。1878年1月16日、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクス国、 ヘンリー・ディオイット・ケイリー2世として生まれる。ニューヨーク大学ロースクールに進むが、ボート事故の後、ハを病み、療養中に2曲を書く。記録に残る最古の映画出演作は、1909年、D.W. グリフィス監督のビル・シャーキー、スラスト・ゲームである。1912年、グリフィスが監督した、見えざる敵に出演している。1914年、 自らプロデュースした主演作ザ・マスター・クラックスマンで映画監督としてもデビューする。この頃の共演者は当時の妻であったファーン・フォスターであるが後に離婚する。1916年にはユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーが同年設立した子会社ブルーバード映画で田舎者の都会見物をジョージ・マーシャルと共同で監督、同作は日本でも公開された。 1917年からフレッド・ケルシー監督による短編西部劇に連続的に出演。同年、武力の説教に始まるジャック・フォード監督による一連のシャイアン・ハリー・モノへの主演を開始。1919年の恵みの光までの間、ケリーのフィルムグラフィがジョン・フォードのそれとほぼ一致する。1920年1月、女優のオリーブ・フラー・ゴールデンと結婚。 翌1921年5月16日、長男のハリー・ケリー・ジュニアが誕生する。1939年に制作、公開されたフランク・キャプラ監督のスミストへ行くでの演技が評価され、翌1940年に行われた第12回アカデミー賞で、助演団優勝にノミネートされた。1947年9月21日、カリフォルニア州ロサンゼルスシブレントウッドで、 肺がんにより死去した、満六十九歳没。ニューヨーク市ブロンクスのウッドローン墓地に、先祖、家族と共に眠る。映画産業への貢献により、ハリウッドのバイン外1501番地に、ハリウッドウォークオブフェームの星を刻む。翌1948年に公開された、三人の名付け親において、同作を監督したジョン・フォードは、下記の検字をケリーに送った。 初期西部劇の空に輝く名城、ハリー・ケリーに捧ぐ。2、ハリー・ケリー、ブライト・スター・オブ・ザ・アリー・ウエスタンス・カイ、ジョン・フォード、3人の名付け親特筆以外はすべて、出演作である。ありがとうございます。